ヤトハはメインボーカル、ギターのアルベルト・クベズインを中心としたロックバンド。1992年、モスクワにて結成。バンド名はモンゴルのことであるヤトガに由来しているが、トゥバ語で貧乏兄ちゃんであるヤドゥーハという隠れた意味を持つ。メンバーの変動を経て2005年からは概ね現在のユニットで定着している。クベズインはロシア連邦トゥバ共和国出身であるが、母方にハカス人の血を引いている。そのことも起因して彼らのロックにはトゥバやロシアの民謡以外にトゥバ周辺民族の民謡や世界の様々な音楽が昇華されている。北村隆平監督、ヒート・アフター・ダークでは、全編ヤトハの音楽が使われている。アルベルト・クベズイン、アルベルト・クバシン、ギター、ボーカルショルバン・モングショルバン・マンガシュ、イギル、ボーカルイエフゲニー・トカチョフ、エフゲニー・トクチェプ AKA ラスプーチン、ドラム、マンドリン、コーラステオドール・シピオ・テオドール・スキピオベース1991カザフスタンのアルマトゥでのアジアの声にてブライアン・イーの賞1995アルバムイエニセイ・パンクがフランスフィー東洋の発見賞1996ラジオフランス国際コンテスト東洋のポップとロックにて審査員賞1997ヤトハのビデオドキュメンタリードゥングルダイがフランスカンヌの国際音楽著作権、見本誌の例予算部門にて1位1999アルバム、ダライ・ベルディリが1999年ドイツ、非評価賞2002モスクワにて民族音楽におけるベストクラブパフォーマンス賞2002 BBC ラジオ3のワールドミュージック賞2007ロシア連邦、シュシェンスコエ、サヤンの間にて金のイリア賞2009ロシア連邦アルタイ共和国ワールドミュージックフェスティバルインアルタイにて金のアルタイ賞458、625、2012年11月アルベルト・クベズインへのインタビュー http://www.harmony-fields.com/a-k/biography.html ありがとうございます。